ちいじりぐらい気持ちいい。クリームチーズ、クリームチーズはどのぐらいかわかんない。よし、どのぐらい揚げたらいいかわかんないので、とりあえずオーブンを180度に予熱して15分ぐらい焼いてみようか。土が全然来なかった。土を買わねば。コード。うちごの無人島。今日はここで寝ます。初めて切るの着方とかある。おはようございます。起きました。今日はイベントに向けて髪を切りに行きます。家から出たくない、家から出たくないよ、行きたくないよ。シャワー浴びなくていいかな。髪だけ整えていこうかな。でも浴びた方がシャッキリする。今日朝起きて早起きして一本ちょっと撮りたいのがあったんですけど、
起きれなかった。あんまり良くない夢を見て疲れて、そしたら明け方からこう近所の工事の音がして、明け方じゃないか、まさかな、早い時刻から、今日はがっつり寝るぞと思って寝たのにあんまりよく寝れなかったから、逆に疲れちゃった。ちょっとだけ寝るぞと思って寝た時だったら全然ですけど、がっつり寝るぞと思って寝たらうまく寝れなかったから、逆になんか悲しみ倍増っていう感じ。あとなんかまぶたが腫れてるので、食われました、虫か何か、たまにあります、何かに食われた、多分掃除とか模様替えとかベランダの土いじりとかしてたから、まあ、何かしらにやられたんでしょう。お家にいたい。さっぱりした感じで、さっぱりした感じでお願いします。こんにちは。こんにちは。今日はさっぱりした感じでお願いします。いやー、ついに明日ですよ。いやー緊張する、いや本当に緊張する。なんでこんなに緊張しいなんだろう。緊張しいなんですけど、あ、見れない、最後の悪あがきということでリンパをマッサージしています。いや筋トレするとか言ってたのに、全くせず当日を迎えてしまった。イベントの準備中です。あと30分で始まります。リップならないと、はい、会場はこんな感じ。
おはようございます。今日はやらなきゃいけないことがありまして、あれこの辺にないか、あの腹ペコアオムシ、マクドナルドのハッピーセットのおまけが今腹ペコアオムシなんですよ。でそれの第1弾は揃えたんですね、頑張って。で第2弾が始まってもう結構経ってしまって、もうあとちょっとで終わっちゃうんですよ。だから第2弾も揃えていきたいと思っています。で第1弾の時よく知らなくて1個ずつ頼んだんですよ。そしたら盛大にダブリが生まれてしまって反省して、なんか調べたら3ついっぺんに頼むと3種類来る可能性が高いみたいだね。嘘か本当かわからないですけど聞いたので3ついっぺんに頼んでみたいと思います。ということで頼みます。ポチッ、来るかな。よし。ということでこれが来るまでメイクをしようかなと思います。顔がむくんでる、今日むくんでるところにマクドナルドを食べてショック療法でやっていこう。適当。よし。今日は手でいいか。よし。できた、うん、いつもと違うリップを使ったらちょっといつもと違う感じがする。よし、これでマックを待ちます。きた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 、部屋の中は28度ぐらいある。じゃーんじゃーん、あれかぶった、袋の柄がちょっと違う、あ、え、あれ、あれ見つけるという噂を聞いたんですが、明らかにあれあれあれ、あ、これ当たりだ。1個目、でかわいい、いちごのシャベルが当たりました。あ、かわいい、ね、これ欲しかったやつ。あ、もう一個欲しかったのがあるんですけど、これ両方違うな、これ違うな、これ一緒だ、触り心地が。こちらダブリ、うわー、やっぱり噂だったんだ。もう一個だけ開けます。
あーやっぱりこれでもなんか植木鉢に刺したら外でくるくる回って可愛いかもしれないあー可愛いかもしれないな。これちょっと外に刺してみます。可愛い可愛いけど明らかに一緒だ。あーダブった。もう欲しいやつが1個ゲットできたからいいけど、これでも最後の1個当てるのが本当に難しいんですよ。これまたダブるやつだ。はあ泣いた泣いた。でもなんかダブったってことはもうないっていうことなのかな。ちょっと遅くなっちゃったかもしれない。まあいっか、食べますか。買ったもの紹介しようかな。まずドリンク。皆さんもハッピーセットを3つ一気に頼むときの参考にしてください。リンゴジュース。でこれが爽健美茶。これが野菜ジュース。そしてチーズバーガー。枝豆コーン。これ私がマクドナルドで一番好きなやつです。チキンナゲット、マスタード。そしてマックフライポテト。いやマックフライポテト。プチパンケーキ。そしてヨーグルトです。いやハッピーセットを3セット買うじゃないですか。なんかこう大人だから大人の3食を想像して買うとものすごい安くてしかもいっぱいいろんなちっちゃいものを食べれるのですごいお得な気持ちになるんですよ。なんだろう全部がハーフサイズみたいな感じなのでおすすめ私は正直ハンバーガーのセットを頼むよりこっちの方が好き。おすすめ。いやこれを食べてこの後も頑張ろう。プチパンケーキとかはね明日の朝ごはんにします。ヨーグルトとパンケーキ明日の朝ごはんにします。